いつもお世話になっております。ルミナスタジオバーチャルクリエイター、テルラリコウヨウです。2019年10月度のアクティビティリポートをお届けいたします。今年も秋の北海道遠征シーズンが始まっております。今年は秋の登別温泉でございます。2019年10月9日から2日間の工程で収録を行い、今回は先日リリースされた iPhone 11 Pro で現地を撮影してきました。昨年の知床は α6500 で撮影しましたが、ほら iPhone 11 Pro の撮影能力が優秀なもので、 YouTube の動画であれば余裕の品質を確保できるんですよ。現在は登別温泉街のシーンまで扱いました。次月は登別地獄谷以降をご案内いたしますので、引き続きお楽しみに。バーチャル収録からゲームライブなど意外に多くの用途に使われる Windows マシンですが、久々に構成を刷新いたしました。基本的には CPU とマザーボードを更新しただけですが、この違いが今後の拡張性やユニティの処理にかなり影響が出てきます。まあゲームはグラボが関係するので大差ないとは思いますが、わかる方的に説明いたしますと、 CPU は AMD の第3世代、Zen 2 アーキテクチャの Ryzen 7、 チップセットは X570 のマザーボードを選びました。今後の PCI Express 4.0 グラフィックカードの登場に備えて拡張性を確保したものになっております。これだけあれば多分しばらく Windows マシンは安泰なんじゃないでしょうか。多分ね。こちらは11月の VTuber 動画で組み立ての様子をご紹介させていただく予定です。自作マシンの組み立て方としてハウツー動画を制作いたします。実は、ハウツー動画、自作 PC のハウツー動画を作るのはルミナスタジオ初めてございます。初めてです。うまくいくかな？うまくいくかな？どうでしょう。今いるこの VR エリアなのですが、実は VR チャットではありません。なんとユニティのシーンの中に俺が立っていて、さらにヘッドマウントディスプレイも装着していません。そう、つまりユニティ単独でシーンを出力しているのです。もちろんそれを OBS で収録しています。これを実現したのは最近の先行アップデートでモーションデータ転送ができるようになったバーチャルモーションキャプチャーと EVMC4U の2点のおかげです。これで何ができるようになったのかというと、 VR チャットのような負荷のかかりそうなシーンを HMD に映像を出さず、かつオーバーレイアプリなどの余計なものを処理させずにダイレクトに OBS へ映像を出せるところにあります。つまりマシンの負荷を下げるのと同時に映像の収録の際のセットアップがシンプルになるということ。今後は収録までの準備がね、楽になるため、それに適合した設備投資ができることでしょう。まさに個人 VTuber のソリューションの革命とも言えるのではないでしょうか。この構成での収録は11月から本格運用が始まります。手始めに登別のホテルレポからやっていきましょうか。実は今回のアクティビティリポート、公開状態になっていることに気づいておりましたでしょうか。そう、今月よりアクティビティリポートがファンクラブ参加者でない方もご覧いただくことができるようになりました。ルミナスタジオのね、活動がその次どんなことをしたのか総まとめで多くの方へご報告することができます。ではこれまで限定動画だったこのリポート、ピクシブファンボックスとキャンプファイヤーコミュニティ参加者の皆様はどのようなリターンに変わるのでしょうか。ご安心ください。ノリノリの BGM と元気の出る背景で皆様のクレジットを掲載させていただきます。しかもイントロに組み込まれているので、真っ先に支援者様はルミナスタジオはわしが育てたを視聴することができます。そして今月より無料で参加できるルミナスタジオのディスコードサーバーでニトロブーストをされた方もクレジット掲載の対象となります。では最後に今後のアクティビティリポートのイントロカットをご覧いただきます。どんな風になってんでしょうね。一応シリーズになるんでね、結構ちょっとタイトルカットもね凝りました。 BGM も厳選しました。では最後にこちらをご覧ください。それがこちらのカットインです。どうぞ。